セロットだ。ビッグボス。そう、俺だ。ある男から依頼があった。二つだ。まずはあんたを病院から救い出す。次に、その男を助けに行くことだ。覚えているか？9年前のあんたの相棒、カズヒラ・ミラーだ。9年前、あんたたちの軍隊はサイファーに襲われ、あんたも死んだことになってた。それも今日、奴らに見つかるまでだ。サイファーだけじゃない。世界中があんたを狙っている。あんたはミラーを救い、これからまたあんたらの部隊を作る。それしか生き残る道はない。まずはミラーを助ける。アフガニスタンだ。アフガニスタン。そうか、昏睡していたからな。4年前、ソ連がアフガンに侵攻したんだ。イスラム教徒が抵抗し、それを西側が支援してる。ミラーは反政府ギリラの訓練中にソ連に捕まった。ソビエト第40軍、その兵力は十数万だ。ミラーを連れた部隊は昨日パキスタンとの国境地帯を出発。3日もあればソ連軍の駐屯地に着く。数日はそこで尋問され、その後はラーゲリかアフガンの砂漠に埋葬されるか。もって2週間だ。ミラーがやらなくてもいい仕事だった。それでも受けたのはあんたのためだ。あれで行く。俺たちの船だ。 IWC がうるさくなって捕鯨船が安く手に入った。カシム港まで7日、陸路に3日。現地に入ってからは時間がない。それまでに新しい自分に慣れてくれ。捕まれ。
先はソ連軍の実効制圧圏だ。ミラーが捕まって10日、残り時間は少ない。砂嵐が去るぞ。慣れたな。現場は9年ぶりだろうが、ソ連軍主力地上部隊への単独潜入、肩慣らしにはちょうどいい。カズヒラミラーは北のダワンデーハーに囚われている。位置を確認しよう。端末を開いてくれ。マップにダワンデーハーという町があるのがわかるか。ミラーはそこに囚われている。だが町のどこに捕まっているかまではわからん。それを探るのもあんたの役目だ。よし、双眼鏡は持っているな。正面に村がある。見えるか。もっと左だ。もっと上だ。もっと左だ。もっと右だ。見えないか。倍率を上げてみろ。もっと左だ。よし、村が見えたな。双眼鏡で捉えたものに関して詳しく知りたければ連絡をくれ。その対象についての情報を伝える。双眼鏡を構えてくれ。村を正面に捉えてコールボタンを押してくれ。村を正面に捉えてコールボタンを押してくれ。村を正面に捉えてコールボタンを押してくれ。
村を正面に捉えてホールボタンを押してくれ。その村はダウヤロカレ。住民は戦火を逃れるためすでに避難し、今はソ連第40軍の拠点となっている。数日前、ミラーはその村を通ってダワンデーハーに移送された。村にはその痕跡が残っているかもしれない。調べてみる価値はある。位置を忘れないようにマーカーを設置しておくんだ。双眼鏡を構えてくれ。どうした？村にマーカーを設置してくれ。そこじゃない。ダウヤロカレーを双眼鏡の中央に捉えてマーカーを設置するんだ。よし、これで村の方向を見失わずに済むだろう。ミラーの体力も限界だ。持ってもあと3日か。ミラーが死ねばミッションは失敗。復讐の機会もなくなる。だが情報が足りん。下調べもなくダワンデーハーに入ればあんたもミラーも危険だ。まずは偵察するんだ。今見た他にもソ連軍の拠点はある。アフガンは広い場所だ。状況を知るために双眼鏡に頼ることが増えるだろう。どこからどう攻めるかはあんた次第。ここから先はあんた一人だ。戦場の連中にとってあんたは伝説の傭兵だ。だからこれはあんた一人でやり抜く。あんたは9年の時を超えビッグボスとして帰ってくる。それがミラーの条件だ。情報は随時無線で伝える。油断するな。ミラーの護衛は精鋭揃いだった。だが全滅した。残っていたのは護衛の死体とこいつだけ。やつに渡してやってくれ。あんたでなきゃできない仕事だ。さあ行け。伝説を取り戻せ。
敵の視覚、聴覚、あらゆる感覚に注意しろ。敵が近い時は姿勢を下げてゆっくり動くんだ。よし、注視した対象にマークがついたな。それがマーキングだ。双眼鏡やカメラのズームで敵兵や車両を捉えればマーキングができる。マークした対象の位置はマップでも確認可能だ。その監視所は比較的手薄だな。そこで肩慣らしもいいだろう。敵への対処法を思い出すんだ。アドバイスが必要なら連絡してくれ。喋るんだ。ボス、敵の言っていることがわからないか。ああ、やはりか。あんたの頭の角が言語やの神経を圧迫しているらしい。ロシア語の通訳スキルがあればソ連兵の言葉を同時通訳できるようになるんだが。
どこだ。Извини, я не знаю английского. ある言語を介することと、その言葉を他者に同時通訳することではスキルが異なる。言葉を理解していても、あんたに逐次通訳することは難しい。つまりまあ、俺もロシア語は話せるが、当てにはしないでくれ。いえ。仲間はどこだ？通訳スキルを持った兵士が見つかったら知らせよう。そいつを回収すればソ連兵の言うことも分かるようになるだろう。敵の言葉が分からないと尋問は意味がないぞ。しないか。資源か。いずれ役に立つこともあるだろう。集めておくといい。Я не говорю по-английски. Отпусти! Накамава. Что? По-русски говорю.
そろそろダウィアのカレー、敵の拠点だ。村の中は敵だらけ。いきなり踏み込むな。まずは偵察だ。村を見下ろせる場所はないか。